たるい東吉きたるいと吉大正11年10月25日は明治大正期の政治運動家、アジア主義者として知られる。別名、森本東吉大和山国の大目省の次男として生まれる。明治6年に上京して平田派の井上よりくにより国学を学ぶ。明治15年、日本で初めて社会党の名を冠した東洋社会党を結成する。 しかし結成後1ヶ月で解散命令を受け、1年の金固刑に処せられた。出国後、彼は、現用者の平岡幸太郎らの地具を得る。また、日本に亡命中の朝鮮開花派リーダーの金、玉金に出会い、彼を助けるために、朝鮮に現用者の浪人を送る計画を、東山光と立てる。その最中の明治18年に、大井健太郎の大阪事件が起こり、 たるいも投獄された。明治25年、森本東吉の名で衆議院議員に当選する。翌26年には大東合法論を刊行した。たるいは主張、大東合法論で日韓両国の対等な合法国家建設を呼びかけた。これは大日本帝国と李氏朝鮮が支配していた19世紀から20世紀の日本民族と朝鮮民族とが 大東という日朝大統の一つの国家を形成し、独立を維持していく。そして、新国とは同盟関係を結び、西洋列強の侵略からアジアを防衛すると同時に、アジア復興を達成しようとする思想であった。この思想は、アジア侵略を先導した思想だとして戦後大きな非難を受けた。しかし、たるいの意識に、アジア別視観はなく純粋に、 対等学校の道を模索していたことには留意せねばならない。森本藤吉に関するカテゴリー、ありがとうございます。